クラスの何人かが昨日の夜狼の遠吠え聞いたそうなんです。日本に狼はもういないわよ。じゃあ狼みたいな動物の野良犬にしてもちょっと怖いわ。そうですね、モーニンググローリー出るのって早い時間ですから、その前から起きて準備しなきゃいけませんし。滑走路広くて隠れる場所ないもんね。うーん、怖いよ。来なかったらこの先また30年は来ないだろうな。それなら来るわ、必ず。根拠ないですけど。30% も可能性あるなら私も来ると思います。綺麗な空と雲、そこに飛ぶ白いグライダー、忘れられません。そうよ、今度は私たちが自分たちの翼で飛ぶのよ。飛びましょう。やれやれ、私賭けは嫌いなんですけど。しないでいただきたいんですけど、私別に反対してるとか嫌だなんて思ってないですからね。私だってみんなで作ったもので飛べるならそれってすごいことだと思ってますし。それとも先輩は誰にでもこんな真似をする天然の女たらしなのですか。
さんに悪いです先輩。とにかくです、私だって反対してるわけじゃないんです。モーニンググローリー見てみたいんです。だからですね、もうあんまり恥ずかしいこと言わせないでください。みんなで頑張ろうだよね。それじゃあやりますか。うんうん。ああ、それからごめんみんな、もう一つ大事な話があるの。いよいよ本番が近づいてきたし、グライダーの改造ももうすぐ終わるわけで、今ここではっきりさせておきたいことがあるのね。モーニンググローリーは記録によると高度2000メートルかそれ以上のところに出現するみたいなの。去年のあれは1000メートル程度だった。正直2000は私たちには未知の世界よ。順調に離陸上昇できたとしても、その高度まで行くにはどうしても時間がかかる。そしてモーニンググローリーが出現しているのはそれほど長くない。機体は複座、つまり飛べるのは2人。うん、そういうことなんだ。空の回廊を渡るチャンスは多分一度きり。2回行ければって思ってたけど、ほとんど可能性はないと考えた方がいい。だから空の回廊を渡れるのは二人だけ。なので今正直な気持ちを聞いておきたいの。遠慮はしないで、むしろしちゃダメ。思っていること、したいことをはっきり言って。二人しか飛べないなんて前から分かってたことじゃないですか。実際に飛ぶのは先輩たちに譲ります。
飛ぶのを去年見てすごくいいなって思ったし、あの綺麗な翼に乗ってみたい、あれで飛んでみたいって、それでソアリング部に入れてもらったし。雲の回廊っていうすごいもの、私が飛んでみたいっていう気持ちは正直あります。ありました。でも実際に作ってみて、飛んでも見て、私には無理だって思いました。怖いです。怖すぎます。飛ばせてもらう後ろに乗っているのはできますけど、自分で飛ばすなんて怖すぎました。もっと練習すればできるようになるかもしれませんけど、今は今からじゃ私じゃダメです。だから先輩たちにお願いします。私の気持ちも乗せて飛んでください。朝、私は飛ぶわ。コックピット作ってもらったし、飛びたいし、飛びたいから何